ノルトハウゼン市電はドイツの都市ノルトハウゼンの路面電車。市内の路線網に加え郊外へ向かう鉄道路線との直通運転を実施していることで知られている。ノルトハウゼン市内に路面電車を建設する計画は19世紀の終わり、1898年に立ち上がり、ノルトハウゼン市と民間企業との協定のもとで建設が進み、 1900年8月25日に最初の路線が開通した。開通当初は民間企業によって運営されていたが、第一次世界大戦後の1922年以降は、ノルトハウゼン市の公営路線へと転換された。以降は、路線の縮小がありながらも新型車両の導入などの近代化を進めたが、第二次世界大戦末期の1945年に、 ノルトハウゼンは大規模な空襲に遭い、路面電車も甚大な被害を受けた。戦後、東ドイツの路面電車となったノルトハウゼン市電は、何度かの変遷を経て1951年以降、人民公社のノルトハウゼン運輸公社、バーキーサービトリブノルトハウスによって運営されることとなった。それ以降、1980年代まで路線網の変化はなく、 車両についても長らく二軸車が主力であったが、1980年代以降は一部区間の延伸が実施されたほか、車両についても輸送力増強のため連接車の導入が実施された。ただし、東ドイツ時代に導入された車両は、大半が、他都市からの転属車両であった。ドイツ再統一直前の1990年、運営組織は有限会社のノルトハウゼンシ州ミユ。 都市清掃会社へと転換され、2021年、現在も同事業者による運営が行われている。同事業者は車両をはじめとする設備の近代化を進めており、再統一直後には老朽化した東ドイツ時代の車両を置き換えるため旧西ドイツ各都市から路面電車車両の譲り受けを受け、さらに1999年の発注以降、 超低省電車の導入が継続して行われている。一方、事故で述べるように2004年からは、ノルトハウゼン市電と接続するハルツ狂気鉄道への直通運転も実施している。ノルトハウゼン市電は、ドイツ鉄道のノルトハウゼン駅に隣接する駅前電停から、市電と同一の機関を有する非電化路線である、ハルツ狂気鉄道への直通運転を実施している。すでに、 東ドイツ時代の1981年に中央駅前電停で両路線が共有するプラットフォームが完成し両路線の乗り継ぎの利便性が向上していたがこれをさらに発展させハルツ京気鉄道の路線に乗り入れることになったもので2004年5月1日から運行を開始したこれに合わせて後日のように市電区間では電車ハルツ京気鉄道区間では ディーゼルエンジンを用いた電気式機動車として運行するバイモード車両のコンビーノデュオの導入が行われたほか、ハルツ狂気鉄道側も直通運転の起点として、イルフェルト・ネアンダー病院駅を新たに建設した。ノルトハウゼン駅、イルフェルト間の利用客増加をはじめとする多大な効果をもたらしたこの直通運転形態は、トラムトレインの一つとして位置づけられており、 ノルトハウゼンモデルとも呼ばれている。2021年現在、ノルトハウゼンモデルを含めて、ノルトハウゼン市電には、以下の3系統が存在する。コンビのドイツの鉄道車両メーカーであるシーメンスが、展開していた、車内全体が、低床構造となっている、超低床電車。そのうちノルトハウゼン市電に導入されたのは3車体、連接車である。 以下の3時にわたって導入が実施され、老朽化した車両の置き換えやバリアフリーの向上が図られた。コンビーのデュオ非電化区間である、ハルツ狂気鉄道への乗り入れのため、発電機を稼働させるためのディーゼルエンジンを搭載した、両運転台式の調停省電車。直通運転開始に合わせて2004年に3両が導入されており、ノルトハウゼン支電に加えて、 ハルツ気鉄道の車両番号も有している。胴体保存、観光用車両蒸気のコンビーノに加えて、ノルトハウゼン市電には、観光客、団体客用として、定期運転から撤退した以下の車両が在籍しており、通常は1号線と同じ経路で運行する。GT4 ドイツ再統一後、東ドイツ時代の車両の置き換え用として、各都市から譲渡された2車体連接車。 シュトットガルト市電から片運転台車両が13両、フライブルク市電から両運転台車両が7両上とされ、全車については1996年から1998年にかけて4両が車体、内装を中心とした更新工事を受けた。だが、これらの車両も老朽化が進んだ結果コンビーノへの置き換えが進み、2012年に営業運転を終了した。 その後、一部車両は、ルーマニアのヤシシデンへの再譲渡が行われている。ありがとうございます。